今日で9月も終わりですが、やっぱり昼間は暑いですね。びっくり。ここは郡山の一つお隣、福島県郡山市浅香長森駅です。東北本線の駅、次の郡山から左側に分岐をしていきます。磐越西線に乗ると、あれは磐梯山だと思うんですけど、そうやってますかね、あの会津若松喜多方方面にも手軽に行けます。だいたい1時間でも列車はいつも混んでるんだよな。本日の工程を皆さんにお伝えします。まずこの郡山市から東北本線で北上、途中本宮市を経て、福島、仙台からは一旦松島海岸、そして石巻方面に抜けた後、本日の最終目的地は岩手県北上もしくは花巻と考えております。かなり北上します。岩手県の観光自体は明日となる予定、よろしくお願いいたします。浅香長森駅の北側には郡山総社場というのが昔はあって、そこで貨物列車の入れ替えをしていました。その入れ替えはかなり危険を伴う作業で大勢の方が亡くなりました。犠牲になった方は最後平成7年ということですが、殉職者慰霊の日があります。 JR から花が手向けられています。今日は朝ね、快活クラブのオープンシートってすごい安い席があるんですけども、朝早く起きて、そこで時間潰して、宿泊費の節減を図りまして、逆に言うとそれ時間も過ぎています。まあいいんですけどね、これから食べに行くカツ丼が11時から出ないと開かないから、それで時間を待っていたわけですが、再生回数は6万2000ですから、今日は8200円、昨日よりは多いや良かった。明日も再生もしてもらえるといいんですけどね。市の中心駅本宮駅からは会津磐梯山がよく見えます。これのちょっと左肩ぐらいにですね、会津若松があるんですけども、昔鉄道が敷かれるまではこの本宮が会津方面へのアクセスの場所だったようです。奥州街道からこう脇へずれる、そんな感じなのかな。本宮を取ることができれば会津若松方面へ攻め込みやすくなりますので、戊辰戦争の時、新政府軍と幕府軍とこの本宮でかなり戦ったようです。で、結局ここが負けましたんで、その後会津方面に軍が進んでいくってことなんですけどね。もともと奥州街道の本宮宿という宿場町でもあったらしいですよ。駅が工事中だったもんだから、なんかいまいちあれはしょぼかったですけど、でも表通りは立派です。この辺りが宿場の中心みたい。なんとなくね、こう昔の雰囲気を演出している感じがあります。結構古い建物がいっぱい並んでるんですね。さすがやっぱ歴史のある町で、ここのですね、これかな、ここが県の内外から人がたくさんやってくるところだと言います。ソースカツ丼は昨日もお伝えしましたように、もともと会津若松の名物ですが、そこと地理的なつながりが大変深い本宮にもこの名店があるということは不思議ではなく、しかも会津若松で食べるより美味しいという人も結構いるようです。私もね、前からここについては聞いていました。今日は私が一番乗りだったので、お店が開くまでしばらく待機、いい時間です。いただいてきましたよ。味の感想を言いますか、美味しい美味しい、美味しかったですね。とっても、ね、美味しかったですよ。何がどう美味しいのか説明は難しいんですが、まずね、無駄に脂っぽくない、脂身は美味しかったですが、そんなに脂身がたくさんあったわけでもないし、それからね、衣がこう薄くこう、ですね、サクサクとしてるなという感想は与えてくれつつも、それ以上なんか脂がしつこくないのが良かったな。で、900円の私はね、一番安いやつを頼みましたけど、1300円の厚切りの上というのもあるそうです。私は900円でもうお腹いっぱいになってね、十分満足できた。いや、美味しい。私が一番だったんで、すぐに注文して、出てきたんですが、その後ね、わらわら、もう人の来るわ来るわ、お店もね、外から見ている以上に中は広かったですね。2階もなんかあったみたいですし、で、どんどん人がいっぱい来て、あっという間にいっぱいとなりました。やっぱ名店ってのはそうなんだなと思いますけども、福島県のね、いろんなところから観光で来る人もそうですが、地元の人たちからもかなり強く支持をされているようですよ。もともと福島県、特に会津地方とかこの辺りでソースカツ丼が盛んに食べられる理由についてはよくわからないんですが、もともとカツ丼というのは皆さんもご存知の通り、卵でとじるやつじゃないですか。でもこのソースカツ丼というのは一応特殊だったり、私こっちの方が好きですけどね。で、それがこの福島県会津地方とか、それからこの周辺本宮などで食べられている理由は、よくわからないらしいんですけども、しかしね、会津地方というのはもともと味噌と醤油、そういったものをかなり盛んに生産していた地域なんだそうでして、逆に
にそのソースってものが珍しかったのかもしれないですね。それはこんな食べ物があるのかといって流行ったのかもしれない。まあちょっと正確なところは分かりませんが、結構発祥も古く、あの店も大正時代からソースカツ丼を出していたようですし、もちろん会津地方でもまあそれぐらいの歴史があったそうです。まずいまずい、今度の列車はね、2番線に作ってるんですけど、2番線って工事中じゃんかと思ってたらね、この黄色いフェンスの向こうに止まるらしいんですよ。でもう来るって言うんだけど、まあまだ間に合うだろう。東北地方はね、列車が来るって言ってから到着するまでまあまあ時間がかかるんで。元宮駅、まあこんな感じのしょぼい駅になってますが、あの立派な橋上駅舎、橋の上の駅舎を作るんだそうでして、そのための工事。さて、東北地方の電車に乗っていて気づくことはね、結構お葬式黒い格好してる方が多いってことなんです。これは葬式がどうこうってんじゃなくて、あのそれだけまだこの辺りのローカル、東北本線などの電車在来線が、それなりに遠方から来た帰省客などに利用されるような利便性を持っているということを示してんだと思います。これは、ね、つまり北海道とかになると、もう帰省とかお葬式とかで来る人もみんな基本的に電車なんか利用しません。もうあまりにも利便が悪いからね。さて、こちら松川駅を過ぎたところ、進行方向右側に見える石碑は松川事件、これの対する慰霊碑です。松川事件はあそこのレールが取り外されたことによって通過する貨物列車が脱線転覆、乗務員の方が亡くなったというひどい事故でしたが、その後も検察が証拠、無罪の証拠となるようなものを隠しておいて冤罪が続いたりとか、結局警察が逮捕した人たちも全員が無罪となって、本当の犯人は誰だったのか、まるで意図的に隠されたかのような国鉄三大ミステリー事件の中の一つとも言われております。福島駅で乗り換え、引き続き東北本線乗り換えですが、実際には同じ車両がそのまま福島より先まで仙台シティラビットとして運行されました。しばらく福島市内を北上、そして藤田という駅と海田という間の駅から宮城県に入ります。途中見えますがこんな感じ、これはね果樹園ですけども、多分桃なんじゃないかな。福島県はものすごく桃がたくさん植わっているとかね、さくらんぼが名物ですが、そういうことはないんですが、全般的に果物の生産高が多く、何が全国1位というこれといった名物はないけれど、全般的に果物が名物となっている地域です。さて、これが先ほどお伝えした今藤田を通過したところ、次が海田ですが、この辺りには桃源郷がありまして、ちょうど今の時期果物はなっていませんでしたが、稲穂が黄色く首を垂れています。これより宮城県に入ります。宮城県白石市、多分そうだと思うんですよね。この辺も春になれば、また桜が咲いて、まあいろいろとですね、花やら果物やら見ていて楽しい区間です。さて、列車は仙台に着きました。これからは仙台の観光。仙台ってなんか晴れの日が多いイメージですけどね、どうですか、私の個人的なあれかもしれませんが、今日も晴れた美しい仙台駅舎をご覧に入れられるでしょう。よいしょ、仙台まで来ました。こういうものを持ってますんで、ちょっと階段の上りよりは面倒なんですが、いやでもやっぱ楽ですよ。何がいいってね、昨日スーパーで安い飲み物をたくさん買ってこの中に詰めても、これ持ってきゃいいじゃないですか。そんなに疲れなくていいですね。安い時に買えるものをこう買って備蓄できる、貧乏旅行にはこういうのあった方がいいわ。仙台市での観光はもう2年間もやっていないので、じゃあ青葉城でも見に行くかということを考えていました。ところがというかね、やっぱいいんじゃないかな、やっぱりやめることにしました。ね、仙台市って私別に仙台市に対してなんか悪意があるとか敵意があるとかそんなんじゃなくて、むしろ東北のね立派な大都会、このバスが続々と出ていったりとか、この忙しい様子がね、駅前の都会的な様子も全部好きなんですけども、ただね申し訳ないんだけど、なんか観光するところってそんなに仙台市はないですよ。宮城県にもいろいろ見どころはたくさんあると思いますが、よくね1泊2日で仙台行くんだけどどうしたらいいとかね、2泊3日で仙台、2泊3日仙台旅行はちょっと行くところがもう、みたいな、仙台はね、私はね、東京から行くんだったらば日帰りでも十分かな、まあ、そんなところだと思います。伊達政宗の、霊廟、伊達三代かな、瑞鳳殿とか瑞鳳殿、あとは、まあ、青葉城もね、行って石垣見るぐらいはいいかもしれませんね。あとは、まあ、ちょっとここからですね、電車に乗って日華ウイスキーの仙台蒸留所がありますんで、まあ、それに行くとか、あとはまあ、結局ね、おすすめするのは山形県方面に抜けることとなってしまって、なんだか申し訳が立たんところですが、しかしこの宮城県には日本三景の一つ松島があります。あともう一つ牛タンもね、忘れることは良くない仙台の名物ですけれども、仙台で取れた牛タンというのは実際にはほとんど流通しておりません。まあ、それは別に隠されていることでもなく、割とみんなが知っている公然の事実ですが、今回は仙台市の観光はしませんが、これから東北本線、仙石東北ライン、仙石線などに乗って
仙台を少し外れた、松島、それからその先にロビロが、東松島市になるのかな、そのあたり震災復興の様子などをたどってみたいと思います。ただ仙台には私が個人的に思う素晴らしい魅力があります。今の時期はもう青葉ではなくなりましたが、仙台駅前より伸びているこの青葉通り、これがね、春の新緑の時期5月ぐらいから来るとね、本当に美しい見事な青葉なんですよ。もうこれはすごい。ぜひね、視聴者の皆さんも仙台に来るんだったらばその時期を選んで、そしてこの駅前の大通りを歩くという体験をしてみていただきたいなと思います。私はいつもね、青葉通りを歩いて大栄に行っていたんですけれども、青葉通りの大栄ももうすでに過去のものになっています。あとはね、この仙台駅周辺、特にこの仙台駅、午後になるとオレンジ色と青空と非常に綺麗にマッチしますんでね、これも写真とか撮るのにいいポイントなんじゃないかなと思うんですけど、これも本当に好きですよ。タクシーも全部真っ白で統一的で美しいこと、この上ありません。前 NHK のニュースでね、新しい総裁、確か当時第一次安倍内閣かなんか発足した時だったんじゃないかな、新しい総裁に対して望むことはみたいなインタビューを受けた人がですね、ロック の, バンドマンみたいな人でしたけれども、お惣菜ならきんぴらがいいかなと答えた伝説のインタビューは有名ですが、あれも仙台駅前だったはず。仙台駅といえば一番にはそのイメージです。この列車は東北の背骨をなすこの東北本線と宮城県第二の都市石巻と仙台を結ぶ石巻線、この2つは割とこの辺りでは並行して走っています。ちょっとね、その途中の大きな町高城市のどこを走るかなどが違うには違うんですけれども、それぞれお客さんは多く乗っています。ただ石巻線には問題があって、途中の駅があまりにもたくさんあり、また快速列車を走らせようと思ってもちょっと土地が足りないなどの理由でそれも難しい、列車のスピードが落ちがち、どうしたらいいのかということをずっと前々から問題になっていました。そして実は途中あまりにも線路が接近している区間があるので、じゃあ線路をもっとどんどん速く走ることができる東北本線の列車を石巻線に途中でつなげてしまって、石巻線の奥の方へ行きたい人はそれから直通して行けるようにすればいいじゃないか、仙石東北本線接続線という路線が前々から言われてはいました。地元から要望も上がっていました。ただそういうのには工事もお金かかりますし、 JR にもそれがどれほどメリットあるのかよくわからないということで、そんなにそれが積極的に進められることはなかったんですけれども、東日本大震災からの復興計画の一員でこの JR 東日本も仙石東北ラインという名前でこの区間鉄道線を建設することになったわけです。だからこの列車の路線図は非常に複雑になってきます。この先高木町という駅から私の列車は仙石線に入ります。東北本線とは塩釜駅で分かれました。しかし実際には列車はこの松島駅を通ってはいないのですが、切符の運賃の計算をするときは松島駅から高木町駅へ通ったという計算の仕方をするんだそうです。もうよく分かりません。交通チャンネルであればもっと複雑なことを説明するんですが、これはあくまで旅行チャンネルですから、この辺りの鉄道利用はかなり複雑で面白いことになっているのだということを皆さんにご理解いただければもうそれで十分かと思います。とりあえずもうそろそろ日本三景の松島が見えてきます。ちょうど行ったら見えるのはぴったりのタイミングですけれども、これをお楽しみいただければよろしい。奥にもう一本線路が増えてきたのが分かりますでしょうか。これが仙台から一旦分かれまた合流をしてきた仙石線。これからこの列車は東北本線より仙石線に渡り変わる、そんなところでしょうか。松島の岩を見ながら、これも一応ね、松島の端くれなんですけども、今列車はスピードを落としてお隣の線路に綱渡りをするところです。列車も今速度を落として上り線を踏み越え反対側、この石巻線に渡ります。石巻線に渡ります。こんな風に通勤電車の中で思いっきり声出して喋って大丈夫なのかって思う方もいると思うんですけど、口の目の前にマイクを近づけて喋っているということと、もう今私の周辺の座席には視聴者の方しかいませんので、そんなに問題にはならないかと思いますので、その点はどうぞご安心ください。この容量ね、この高木町駅が仙石東北ラインとそれから石巻線との合流駅です。あちらにはこれとはまた随分感じの違う車両が止まっています。仙石線はちょっと結構昔からの兼ね合いでね、
あの電荷の方式というのが違いまして、あの上に通っている電気の種類がこれ直流電荷なんですね。でそれに対して東北本線は交流でして、それぞれ違う種類の電気が流れているので、通常の電車を直通させることはできず、このようなディーゼル車両が使われているのです。まあ、このようなって言っても分かんないかもしれませんが、グーンという音が床下から響いているのは分かりますでしょうか。左は静かな電車、右はハイブリッドが後から切れて、今、エンジンモードで走り始めました。降りたこの延びる駅、新しくて綺麗な駅ですが、それには理由があります。私は中学1年生の時に2年生から初めて、ね、延びる駅というのを知ったんですけれども、あの学校で、ね、延びる駅のことを先生が話してて、それで知ったんですよ。国語の先生が夏休み、延びる駅に行ってきましたと写真を撮ったんですが、当時2011年、その年の3月に東日本大震災が発生して、まだ復興が、始まったとは言えない、そんな状態でしたね。でその時に被害の状態を見に行った先生が、夏休みの終わりに写真を私たちに見せてくれて、それで知ったのでした。延びる駅はもともとこの場所にはありませんでした。震災、津波の前はもっと低いところ海沿いにあったのですが、津波で町ごとすべて流されてしまい、そして町全体が高台に移転することを決定したため、延びる駅もまたその町の中心部高台へ移ってきたのでした。これが今の延びるの町並み。ここは奥松島とも呼ばれるところで、ここから車に乗って松島で観光をするという人も、まあ、ここからはいないけどね、あの車でこの辺り来るっていう人も結構いると思うんですけども、まあ、ただ駅の周りはそれなりに規模がこう統一的に整えられた住宅街という感じ。見てみればよくわかりますが、ここはもともと多分山だったんでしょうね。それは高台ですからね、山の上なのは間違いないと思うんですが、そこを石をですね切り崩して土を運び出して家が建てられるような平らな土地を作り、鉄道をまた大きな橋を渡してこちらまで上がってくるという大掛かりな工事をしたのです。延びに来た目的の一つは、高台移転をする前町があったところと今の町があるところと見比べてみようというものです。さて着きました、地下1階。ここは延びる駅から続く地下通路ですが、すごいすごい自動でこうランプがついてね、随分こう綺麗な、まあ、新しいと大体何でも綺麗になりますからね。であのこの通路はですね、もともとこの延びるの高台からこう石、土砂、そういったものをこう取り崩してですね、まあ、あのどっか持ってっていたわけですが、それをスピーディーにこなすためにあのダンプ1600何十台分 の, あのなんかこう石を外にこう積み出したらしいんですけども、あのそれのためのですねベルトコンベヤーがあったところだそうで、それをそのまま地下通路として転用してるんだそうです。あ、いきなり戦闘機が飛んできましたけど、ね、あの実はこの近くには航空自衛隊松島基地というのがありまして、松島のそれもまた名物の一つだと思いますが、まあ、音うるさいですけど、あのブルーインパルスというあの編隊飛行するやつが、ね、飛んでますけども、 あれの練習飛行なんかをよくやってんだそうで、あの実は航空自衛隊のお祭りとかに行かなくても、まあ、意外とこの辺に来ると割と頻繁に編隊飛行をやってるのを見ることができるんだそうです。また来たまた来た、頑張ってますが、こっちの方に飛んでこないのは音を避けるためなのかな。先ほど高台移転をしたお家は向こうにあったんですが、今延びる駅の地下通路を出て反対側の広場に来まして、これもよく整備されていますが、こちらを見ると旧延びる駅その周辺の地区を見渡すこともできます。あちら側が前に使っていた延びる駅、私もね、2013年高校1年の時、寝台特急北斗星を降りてから朝早くここに代行バスで来たんですけど、当時まだ仙石線普通でしたからね、あの通らなかったんで、あの延びる駅がねもうめちゃめちゃに破壊された様子があのかなり生々しく残っていましたが、それはモニュメントとして今後も残すことになっています。この周りにあるお家、これはまたここに新しく建てたわけですが、こちらにも宅地造成などをしているところがあって、ここに新しくお家を建てた方は要するに高台移転を選ばなかったということですよね。ちょっとねこの区域を歩いててあのえらく困ることなんですけれども、至る所で工事がやられてて交通行止めになっててね、あのそこのすぐそこにあるねあの表通りに出たいんですけど出られないんですよね。もうそれだけ、まあ、工事が頻繁だっていうことが言いたいわけですが、もうこの状態ですから、
地図を見て行った道が通行止め、こっちもダメ、こっちもダメ、なんか八方塞がりで1キロぐらい離れないとあそこの道に行けないなんていう状態がちょっと起こりそうですけどね。戦闘機はバンバン飛んでます。この地は今復興記念公園として整備されているそうです。復興記念公園の記念とは覚えておくという意味の方で、このように見ていただければ未だ復興道半ばなのは分かりますから、復興が完了したことを記念する公園でないのは明らかです。この地では1000名の方が津波の被害に遭って亡くなられたということです。JR 東日本仙石線延平駅もこのように保存されています。当時のままでかなり残されているようです。例えば駅名表ももう完全にそのまま、今でもJR とかが使ってますけどね、宮城県の観光キャンペーンやるときに出てくるこのおにぎり侍みたいなやつ。津波のエネルギーがはっきりどの方向から来たのかよくわかります。駅名表がこのように倒れていて、またこれは多分駅の電灯でしょうね。根元からえぐられています。ああまたここから見ないと分かりませんでしたけど、レールがあんな風に曲がってしまって、そうレールってのはね結構曲がるんですよ。で今その白い建物が建っているところに旧延平駅舎が大体あの辺にあったと思うんですが、先生が撮ってきた写真だったか、それとも私が自分で見た時のだったか忘れましたけどね、自動券売機がこうゴロンとこう床にこうドサッと落ちてるという衝撃的な光景を見た記憶はあります。私そんなに記憶が定かじゃなかったんですけど、これですけどね、もともと延平駅だったそうです。今では復興伝承館ということになっているそうですが、津波があそこの線まで来まして、前はねもう土まみれでとんでもないことになってたんですが、いやよーく綺麗になってます。この中ね見学してきまして、映像は著作権があるから撮影できないんですけど、皆さんもご覧になったことあると思うんですけども、この辺りに来た津波の様子とかね、そういうのがドキュメンタリー的な感じでここで解説がなされていましたが、興味深かったのはね、この資料館の中では特に高台移転についてどうこうみたいなことはそんなにはね言っていなかったんですよ。個人的に思うのがね、高台移転っていうのはそれはした方が安全なんだろうなとは思うんですけども、そんなに必要というかね、高台移転すればいいのかって別にそうじゃないんじゃないのかなという気がします。もちろん私はこういうところに住まったことはありませんので、実際に住んでいる方の感想が一番だという前置きをした上で一応話しますけど、海沿いにもともと人が住んでいるにはそれなりの理由があったわけでして、例えばこの辺りだったら牡蠣の養殖とかね非常に有名ですし、海とはやっぱりこう日本人いろいろとつながりが深く海からの恩恵を受けてきたわけです。でそれと関係がある人とかは特にまた今後も海に住むってことをね選択するんじゃないでしょうか。それから他にも単純にね山の上まで上がるのはこうなんか位置的にこう階段とか坂道とかがあって辛いとか、もしかしたらそういう人もいるかもしれないし、あとはなんか国道沿いの近い方がいいとかね、分かりませんけど、私は別に移転することがダメだとか、なんかそれは非合理だとかそんなことを言ってるわけじゃないんですけども、やっぱり普段住む場所っていうのは非常に考えてみんな選んだりとかするものだと思いますんで、津波というのはねすごい映像とかを見ても恐ろしいものであるし、あれも津波の影響ですか、ああいう風にあそこがえぐれてなんかこう色がもう変わってますけれど、ああいう光景とかを目撃したり大事な人を失ったりとかすると、やっぱりね安全な方向にと考えを切り替えるのはよくわかります。ただ実際にはやっぱり利便性というものも捨てて考えるわけにはいきません。結構ねよく聞くような話なんですけども、江戸時代に、大きな津波とか鉄砲水とか、特に水害みたいなものに見舞われて大変なことになったので、ここに住んではダメだと言って、そこの地名をここは危険な場所だっていうのが分かるような地名に、ね、変えたりとか、それから石碑をそこに建てたりとかして後の人にも伝わるようにしたんだけれども、しかし結局後のようにまた人はそこに住んで、そしてまた、新たな災害によってまた人が亡くなる、そういったことが起こるというのは、割とね頻繁にあったようです。広島の時にも言いましたけど、やっぱりねこれってなんかね、私はそんなになんか被災者の気持ちを無視してるとか、なんかこう何も思いやりがないとか、そういうなんか批判も少なくない数来たようですが、ねやっぱそういうのって風化するようなものだと思うんですけども、その風化をしたからそういうことになったということの他に、やっぱりじゃあなぜ風化してそういう風になったのかっていうと、そこに住むことが便利だから、多分そういうことなんだと思うんですよね。恐ろしい光景を目の前にして大事な人を失うと、もう二度とそんな思いはしたくないし、後世にもさせたくないと思いますから、
震災を風化させないということは大事なことだとは思うんですが、しかしそれが本当に可能なのかということを考えたときに、いつかこの地はまだまだこんな感じでね、ぐちゃっとこう折れたものが残っていたりとか、ここはもともと田んぼだったそうですけれど、今はこのような、何に使っているかよくわからないような空き地になっておりまして、まだ復興道半ばですが、まあ、いつかは復興するでしょう。で、完全に復興したときに、その震災が風化しないで残っているのかっていうと、なんか、それはどうなのかなと、やっぱりね、思わざるを得ません。ああいう延びる駅の、記念の公園とかああいうの作ってても、それでもやっぱりねちょっとね難しいものがあると思います。ここで震災の考えはこう私が披露するのまああんまどうなのかなともちょっと思ったんですけども、簡単にだけね申し上げておこうかなと思うんですが、なんか後ろ盾のある考えじゃないですけどね、私はもちろん高台とかそういう安全なところに町全体で移り住んで不便がないんだったら、それこそこの伸びるのように JR までね高台のところに来て、みんなギュッとまとまって集まって住んで、で多分大体の人はまあ漁業とかに従事してるわけじゃないでしょうから、あそこに住んでてもそんな不便ではないのかなと見てて思うんですが、まあ、それだったらね積極的にそういうのを、ね、やったらいいと思うんです。まあでも実際にはそれが現実的じゃないんじゃないのかなっていう場合も多分ね結構ありますよ。でそういう場合はもう一度津波が来ても大丈夫なように、津波が来てもいい、だからその災害とうまくお付き合いをするみたいな考えでやってくるのもいいんじゃないですか。例えばね綿密な避難訓練をもっとやっておくとか、もし大津波警報が出た、もしくは津波警報が出たならば、ここに作ったこの専用の避難トンネルを使って速やかに地上、高台に上がるようにしておく、例えばこの辺の新しく、また家を建てるときには、今度はここからこういうふうに、住民が逃げられるように逃げやすい放射状の道にしておくとかね、まあ、例えばねそういう風なやり方っていうのも一つ考えにはあるんじゃないのかなと思います。この道もね結構たくさん自動車が走ってます。自動車ってのは年間にもうものすごい人数を殺してるわけじゃないですか、4000人ぐらいでしたっけ減ってるとはいえ、交通事故のせいでね悲しい思いをした人っていっぱいいると思いますよ。でもねじゃあ自動車乗るのやめようっていうと結局ねそれはもう生活にまあもう明らかですけどね無理がもうとんでもなく出て、まあそれでまたじゃあやっぱり自動車いるよねと言って、まあ元通り自動車が走り始め、そしてまた元通り人が死に始める、まあそういうことになるわけです。だったらばもっと安全な自動車をなるべく作れるようにしようとかね、自動車乗るにあたってもっと人々が安全に運転できるようにどうしたらいいんだろうか考えようとか、まあ私の言いたいのはそういうことなんですけれども、やっぱりね利便性と危険性もしくは安全性っていうのはお互いうまいところで住み分けないとうまくいかないんじゃないのかなという気がします。ただし便利で安全なものが好ましいのは言うまでもないことです。自動車に乗らずに済むなら乗らない方が交通事故で死ぬ確率は低くなるに決まっています。で今度は話が変わりまして、ここは単純に美しい景勝地でもありますので奥松島、片道歩いて延びる駅から5キロなんですが、ちょっと歩いてその美しい景色と松島に沈む素晴らしい夕日、今日はこのような天気ですので見ようということなんですが、ちょっとねさっき道を間違えて逆方向に1キロぐらい行ってしまって時間を大幅にロスしてるんですよね。でもうこんな道で他にねもう復興関連の工事の車ぐらいしか何もないでしょ、だから不審者なんですよね。それだけではなく余裕を持ってきたつもりが私の間違いで時間をロスしましたんで、夕日の沈む時刻も近づいていて、このペースでずっと歩いております。いや時間めちゃくちゃギリギリですけど、とりあえず奥松島と呼ばれるエリアには来ましたよ。車が多い。いやギリ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 ですよ。まだね見える。あーでももう30秒前よりも沈んだな。こっからね10分山に登んなきゃいけないんですよ。
いやでも意外と綺麗でよかったよかった。あの夕日が出てる方が綺麗かなと思ったんですけど、あの今日ね、あの先に夕日を撮られた方に話を伺って写真見せていただいたんですけど、あの雲がなかったんで意外と夕日と松島がねうまく絡められなかったみたいでして、あの状況が一番良かったってあの方もおっしゃってましたからね、良かった、ギリギリいいタイミングに間に合って綺麗だったな、はあ、頑張ってきたからやった。うわー、これ残ってればよかったよな、絶対残ってた方がよかったと思うんですよね。これどうしようかな、今から駆け上がろうかな、もう一回上まで多分800メートルくらいあるんですよね、あの山の上まで。もう一回の、もう疲れ切っちゃったよな。なんかすごい迷ってですね、もうすでにあの迷ってる間に上に1往復できるぐらい時間を使ってしまったんですけど、やっぱあまりにも綺麗だからもう一回行くわ。迷ってる間に先に登って写真撮ってればよかったよ、もったいない。もうね、観光なんて日本全国いくらでも好き放題行ける、この私がね、こんだけあの後ろ髪を引かれてわざわざ迷った挙句にもう一度登り返すぐらいですから、ここはね本当に素晴らしい場所ですよ。ちょっと目が慣れないな。しかし海側は晴れてるんでいいですが、こっちはこの通り真っ暗なんでね、ちょっと怖いよな、さすがに。でもこのライト切れたら私終わりなんですよね、真っ暗な山の中だからな。あ、いいなぁ、いいなぁ、いいけどやっぱもっと早く来るべきだったな。うわぁ、あー、まあこんな感じなのかなぁ。あー、いやー、いや早く戻ろう。でも仙台方面の夜景が見えるぞ。これ仙台市ですよね、高いビルがいっぱい。あー、夜になるとやっぱ見えるわと思ったところで、ちょっともう早く戻らないと本当に真っ暗になってしまう。まあすでに真っ暗なんですが、さっきね、私のことをいろいろアドバイスとかくださった方も先に降りていかれましたんでね、でこれから街灯のない道を伸びる駅まで1時間歩かなきゃいけないっていうのがまた大変ですよ。いやまずい、こんな時に今日の動画を出し忘れてたな。はい、その後ですけれども、今ですね、時刻はまだ6時25分、いや、本当にありがたいことなんですが、あのですね、例の写真を撮っていた方にですね、送っていただいてしまいました。まあ、実は結構こういうことって、割とありまして、写真を撮ってる方なんかだとね、特に山の中の、まあ、この動画でも行きましたけども、鉄道写真撮るポイントとかに行くとですね、結構親切な方が撮り終わった後、あ、じゃあ送ってあげるよなんて言って、送ってくださることあるんですが、まあ、今回はね、別に私としてはそういうつもりはなかったんですが、暗い道を歩いていたら止まって声をかけてくださって、どこまでですか、伸びるなんですけど、あ、じゃあちょっと遠いから乗ってきてくださいよ、飲み物1本ぐらいはね、お礼させていただこうと思ったんですよ、せめて。まあ、あんまり高額なお礼するのもね、あれだし、旅の趣旨にも反するから、でも飲み物のお礼ぐらいはしたいなと思って、あそこに ありますからと言ったんですけども、結局ですね、お礼も受け取ってもらえませんでした。仕方ない、でもせめて、まあ、私 YouTuber なんですよと言ったんで、もしかしたら動画ご覧いただけるかもしれない。じゃあその、こんなもの見せてもしょうがないけど、お礼するつもりだった飲み物をここで買って、至福の休憩をして、こんなもの買いましたけどね、いや本当にありがとうございました。うん、はあ、お腹も減ったね、本当に助かりますよ。で、送ってくださった方のお住まいが石巻ということでした。だから、まあ、ちょっと私もお聞きしましてですね、失礼ですけれども、震災の被害など何かありましたでしょうかと言ったらば、家がね跡形もなく流されたんですよ、あはは、みたいな話を聞かせていただき、またあの辺りの海岸の道路もですね、結構何回もあそこの大高森から写真を撮られている方だったので、もともとはここに食堂があって、ここにはこれがあって、こういうのがあったんですよ、まあ、全部今はそういうのはありませんね、全部、生えているところ
ところ、なんかこう植物が生えていて、まあ工事の車が今移動しているぐらいで、なんかね、あの復興ってそろそろなんかしてきてるんじゃないかなみたいなことをこう東京とかに住んでると、まあ、なんとなく思いがちなんですけど、まあ、実際その被害をものすごく受けたところを来てみれば、まだまだ道半ばというよりも本当に始まったばっかりなのかなという気がします。もう2011年ですから8年も前のことなのにね。でも一方で農地とか田んぼとかそれらに復興しつつあるということでした。特にこの辺の田んぼなどもほとんど復興してるんですよ。そんな話もね聞きまして、土壌とかどうなったんですか、塩とかまだ入ってるんじゃないですかと聞いて、まあ、それももちろん除塩工事というのをしたそうですけども、田んぼは元通りになり、それからね、なんか新しくそこらに農業生産する会社とかのなんかこのビニールハウスとかね、会社の建物とかも建ってるんですよと、部分的にはね復興してました。見たらね、あ、これは確かに、あ、住んでるんだなと、そういうふうに思ったところもあります。で、あとですね、こういう土地、高台移転の土地はどうしたんですかって聞いたらですね、この東松島市ではなくお隣の 石巻市の場合らしいんですが、石巻市の場合は、大体の場合は借地、まあ、借りている土地、ただし土地代は非常に安く済んでいるということです。それからもしくは一部は購入ということ、まあ何にせよね、新しく自分でお金を払ってこの高台に移転する、まあ、もしくは下のところに土地あってその土地をまだ使い続けたいという人は高台に移転するということは選択しない、まあ、そういうパターンのようです。時に明日からはもう10月秋ということになりますが、もうそれを見越してかね、すでにここにはあったかい飲み物も保管されてますけれど、よく考えたらね、私これから北海道に行くにあたり北海道フリーパスという切符を使う可能性が高いのですが、それちょっと買っとかないとまずいな。明日で増税するじゃないですか。で、2万6000円の切符なんですよね。まあ、1日あたり3000何百円とかなんですけど、ちょっとね、2万何千円までと値段が変わりますから大きいな。ところが伸びる駅はもう駅員さんもいなくなり、こんな感じで自動券売機も今は使ってないということなので、あ、これあれだ、消費税の改定作業、はあ、なるほどね、調整中って書いてありますね。明日からの分がもうここにこんな風になって、これはこれもどうだ、青葉通りまで580円、こっちは青葉通りまで590円だから、これ正しいんだね。増税に際してですね、この青森リンゴジョナゴールドとに160円、私の高校時代 の疲れて帰ってきた時にね、ご褒美でしたが、明日から170円になると思いますんで、多分なるんでしょう。ちょっと待ちよ、駆け込み重要だ。あとね、これさっき仙台駅で買ったんですけど、ランチパックのズンダアン&ホイップというやつですが、まあ、ズンダが入ってるんですよ。ズンダって仙台だけじゃなくてね、東北地方で全般的に食べられる甘い、まあ、ごちそうみたいなやつなんですけど、本当ホイップクリームなんか合うわけないだろう。うわ、まあ、随分作ってて思ったらね、安心と信頼のランチパックでしたよ。美味しい。あんまずんだが見えないけど、結構味しますよ。うん。仙台駅のニューデーズで売ってたけど、あんま見ないな、他のところでは。またですね、これは JR 東日本のポイント、JRE ポイントというものなんですが、私の使っているビューカードでは JR の切符を買うと1000円につき15円分、もしくは通常の買い物をすると、1000円につき5円分のポイントがもらえます。これはSuicaなどにチャージして使うことができます。で、これは合計で今3万6030円分あるんですが、今回の旅の道中でもね、なんだかんだ1日にまあ7000円ぐらいは使える状態になってまして、そのうちの結構な割合をビューカードにて払っておりますので、このポイントを発生させるその要因となった私の今回の旅での支出というのも当然あるはずです。で、その分については予算に追加して問題ないのではないかと今気づきました。またスイカにチャージをするということもできるんですが、そのチャージによってもポイントは還元されますし、そのスイカで対象の店舗を使った場合はそれもまた還元されます。だから結構ねポイント貯まるんですよこれ。先月分のポイントは確認ができて750ポイントだったんですが、今月は先月よりも多く使っているので、どうも、まあ、おそらくちょっとさっきね私が概算でババッと計算してみたんですけど、1250ポイントよりも多分少ないということはないと思います。ちょっとね私の会社の出費とかも混じってるんで、ポイントをうまく計算するのが難しいんですが、
25万円分の買い物を1ヶ月すれば、まあ、大体それぐらいの金額が貯まるんですけども、まあ、実際には25万円分よりも金額が多分少ないと思いますが、まあ、一方でJR の切符買ったりとかスイカのチャージとかで、まあ、結構ね使ってて、そっちの方はポイントが3倍ぐらい貯まりやすくなってたりもするので、まあ、それ考えればね1250円だったらこれぐらい十分貯まってると思います。だからこれプラス前回の750円、これでぴったり2000円ですね。ごめんなさい、今ね確認したら前回のものは770ポイント貯まってたんで、2020円をちょっと予算にこれは加えさせてもらうことにします。このポイントはね1円単位で好きなように2020ポイントをこう選んで、これでスイカにチャージをすることができます。駅の自動券売機でやるんですけども、まあ、なんでもう現金同様なんで現金扱いということでいいですよね。次へ。東北本線から石巻線への分岐は行きも帰りも同じ車掌さんだったな。さっきも一度行ったことではありますけど、この高木町からこう塩釜に合流をしてくるのですが、運賃の計算をする上ではこの高木町からこの松島に入ってからこのように来るということになっています。 JR の制度上はこの分岐点は松島です。なんでまあこう言ってるわけじゃないんですけど、まあ、それでもね塩釜行き乗り換えで運賃はちゃんと計算できます。まあまあ大丈夫、要するに、この松島から先の区間の、片道200円だけで運賃が済ましてくれるので、だいぶ安くなっています。運賃計算の制度上は松島駅で分岐をするわけですが、ただ松島駅で実際に列車を乗り換えることはできないので、 JR 側の都合によりお客さんを塩釜駅まで運ばせることになるから、松島駅と塩釜駅間の運賃は取らないということになっているわけですが、ところがですね、その場合は改札は基本的には出てはいけないということになっています。そうじゃないとね、例えば塩釜の駅前で、例えば綺麗な観光地があってそこを見に行くのに、こうもしかしたらね不当にタダで安い運賃に上げようとする人がいるかもしれないから、そういうのは認められていないので、まあ、今私が塩釜駅の外に出てるのはおかしな話なんですけども、それでねもう一回話の説明をしてるんですが、まあ、本当は外に出ることは一応制度上はできないんですが、まあ、このような事情によるので、駅の外に買い物に行きたいんですけれどもよろしいでしょうかと駅員さんに聞いたらば、親切にですね出ていいということで今回は出していただきました。まあ、もしダメということになったならば改めてこちらもこうなんですか、あ、じゃあ分かりました、ダメだったらばこれは運賃を払うことを考えますということを言うんですけれども、まあ、このことをね動画で話すかどうかも私は迷ったんですが、本来の JR の規則ではこう定められていないことですからね。ただね駅員さんの計らいによって、まあ、これはただの法律上は駅員さんの許可を得れば別に運賃を払わないで出ることについては全く問題ないし、駅員さんがその許可を出すことについても問題ないんですけど、こういうね区間外乗車でどうしようもない場合において、ちょっと買い物のために駅の改札の外に出してくれるという場合は JR の駅ではまああることにはあります。まあ、ただあるんですけども制度でもちろん定められているものではないので、前はいいと言ってきてくれていたものが今回はダメですよと言われる場合もあるし、駅員さんによってその判断が違うという場合ももちろんあります。だからまあその点はね毎度しっかり確認をして、ダメですと言われると、あ、ダメなんですね、わかりましたとそういう態度でいかなければいけません。で、私もコンビニはもうすぐそこなんでいいですよと言って出してもらったんですけども、この先にですねヨークベニマルというスーパーがありまして、こっちの方が安いわけですね。だからここでぜひ買い物したいんですけども、私は駅員さんにコンビニに行くと言って許可をもらった、スーパーに行くと言って許可をもらったわけではありませんのでね、その点についてはちゃんとねコンビニで約束通り用事を済ませないと、ちょっとこれは詐欺罪になる可能性があります。あとは向こうにもねニューデイズがありますが、まあ、これは別にコンビニは指定は受けてませんが、あそこ JR の資本が入ってJR グループ会社なんでね、ニューデイズで買い物した方が JR に金が入るから JR の温情措置で出してもらったんなら JR のコンビニで買いたいなと思ったんですけども、残念ながらねおにぎりも何もほとんど残ってなくてですね、これセブンに行かざるを得ないなという感じでした。また買い物が済んだら速やかに退店をします。まあ、ちょっとそうじゃないとね一応買い物コンビニに行くってこと言ったのに、コンビニ以外の目的地にはなるべく立ち寄りたくないからです。東北新幹線一ノ関に着きましたが、別に一ノ関にね用があるわけじゃないんですよね。あれなんか浄土の風香るなんとかとか書いてなかったっけ、書いてないな、それ違うわ、 こっち側じゃなかった、新幹線から乗るとね見えるんですけども、ここから先平泉がすぐ近くにあり、今世界文化遺産にもなったのか、あーそう、これだ、
書いてありますね、あの世界遺産浄土の風薫る平泉、まあ、書いてあるからなんだって話で別にどっちにしろ行かないんですが、あのね一関はとても好きなんですけれども、まあ、しかし前から訪れているということと、今回岩手県はね海側に出ようと思っておりまして、まあ、そのためにもう今日速やかに去ってしまおうと思います。内陸部についてはね、今日は北上までというルートで決定をしました。これから先明日北上から先花巻より釜石線に入って釜石、それから三陸鉄道に乗り、宮古久慈方面となります。岩手県は私も結構旅しておりますんで、まあ、自分も好きなところでもあるし、またそれなりに知識もあるはずです。私一関の駅前にこんなのがあるなんて知らなかったんですけども、アイオン台風の洪水水位ってね、ここまで洪水して、まあ、ここまで水が来たってなったらもう無理ですよね、どうしようもないですよね。まあ、家だってもうここまで浸水するわけでしょ、大変だと思ってこれ見てたんですよ。そしたらね、なんとこの上にカスリン台風、まあ、この間、昨日か、あ、まだ昨日ですね、あの渡良瀬遊水地のところでね、カスリン台風で決壊しました、見ましたけども、ちょっとこれ怖いな。ここに書いてあるのは、水害から復興を遂げた先人としての努力と勇気を忘れず、当時の水害の記憶を風化させることなく災害に強い地域社会を構築していくために設置した平成19年に建てられたものということなんですけども、確かにね、あのこういうものはね、あの建てるに越したことはないと思いますね。あの風化するんじゃないですかねみたいなことは、あの私もあの散々なんかいろいろ今回の旅で言ってるような気がしますが、まあこれをどの程度あの一関市民があのこのことを知ってるかどうかっていうのは私は分かりませんけども、でもこれ見るとおーって感じがするもんな。どうせだったらもっと駅前のね、あの目立つところに出すぐらいに、これはちょっとあまりも駅の端っこすぎるからな、ここであの地下通路の脇ですからね。いや、あとは忘れてましたけども、変えたよこれ、北海道フリーパス、これ名前書かなきゃいけないですよこれね、スーツ様って書いたらさすがにそれダメだからな。あのこれを今日のうちに買っておけば、まあ増税前なんで多少は値段が安くなるはず。暇だったんでね、ローソン行ってこれ買ったんですよ、青汁。なんか名探偵コナンの汁が邪魔してるんですけども、あの国産野菜ぬんぬん青汁で書いてある、まあきっとこれ体にいいやつだろうなと、これ買ったんですが、あれまずい、もうまずこれ以上まずいもんなかなかないぞ、とぐらいまずい、やばいよこれ。いや今までね、あの動画に出してなくても野菜ジュースとか買った時毎回まあなんだかんだ美味しいし、あのちゃんと予算のあれに入れてあのお金使ってたんですよ。でもそこはまずすぎるんで、あの健康維持のために摂取するものに関しては予算から除外するってことになって、まあ、今まで全部入れてたんですけども、あのこんな薬扱いということでね、あの予算からの除外していいですか、まあ、元々野菜ジュースとかあの予算から除外するっても言い訳ばっかりですけど、あの言ってましたんでね。で言い訳も大事ですが、これ目の前にあったねお土産屋さんかな、その上にはこんなあの銭湯の後ろに書いてるみたいなね立派な雰囲気のある絵ですけれど、頑張ろう岩手3月11日からというのは、これからも心機一転また頑張ろうみたいな、そういう意味なんでしょうか。あのここに書いてあるこの絵は有名ですよね、昔話題にもなりました。ただ一本だけ津波にも耐えて流されなかった、陸前高田の松原、そのうちの一本、奇跡の一本松と呼ばれるものです。現在確か JR 東日本、大船渡線 BRT の奇跡の一本松駅としてですね、近くにあのバスの停車場ですけれども、あの駅があります。この一関駅から分岐をする大船渡線、まあ、私結構この路線もねドラゴンレールとか言われて好きな路線なんですが、その末端区間、海沿いの区間は津波に流されてしまい、もはや鉄道線としての復旧は諦められ、その代わりバス高速輸送システム、鉄道の土地が余ったところをそのままバスを走らせてバスを優先的に動かす新しい交通手段の駅として作られました。あとなんか一関駅の周りってまともにちゃんとね見ながら歩いたことなかったんですけど、このこういう感じの昭和食堂みたいなのがなんか随分並ぶな、ここは。あそこのラーメン屋もねすごい美味しそうだな、食べたいなと思って、あのお金ないんで諦めたんですけども、今度久々に秋のもみじの時期にね一ノ関とか来てみたいな。でも毎年紅葉旅行したいなと思ってるんですけど、10月って結構ね仕事とか大学とか多くてですね、なかなか旅行できないですよね。11月かな。さてこれからは最終列車北上行きに乗り換え、北上の近くにネットカフェがあるんで、まあ近くて30分ぐらい歩きますけどね、それで行きゃいいんですが、これから先は東北本線の普通列車の色が紫色に変わります。これね、なんで紫に変わるのかよくわかんないんですよね。まあ私この色好きなんでいいんですが。
で、北上について今日は終わりと思ったんですけども、ちょっと面白いものを見つけましてね、今日最後のお家はこれになりそうです。これ自転車が並んでましてね、ハローサイクリング、シェアサイクルっていうのがあるらしいんですけども、好きなところで借りて好きなところに返してよくて、15分で60円となんかね、だいたいそれぐらい、東京都でそれぐらいの値段らしいんですが、北上市ではね、これは導入してて、市内3カ所にこの自転車ステーションがあるそうです。でこれ登録は無料らしいんですけども、今ね、もう午後11時になるんですが、別に24時間ネットでできるらしいんで、ちょっとねやってみようと思うんですよね。でそしたらネットカフェまで徒歩30分なんですけど、これ使えばその近くのところにある自転車を返すところ、止めるところにこれ持ってって、でそこからね10分ぐらい歩けばいいらしいんで、だから大幅な短縮になるので、明日の朝もまたそれ乗って帰ってくればいいんですよ。これ面白いですね。この機会に、ハローサイクリング、これ案件動画とかじゃないですよ。これね、便利なサービスなんですけど、予約したあなたの履歴とかそういうのは出てくるんですが、この自転車を利用するためのそのボタンがね、なんかパッと出てこない。これ分かりづらい。しかもこんな英語メニュー、こんなんダメだと私は思うんだけどな。日本語で書けよな。でもね、やったらね、見つかりました。この3992号車、これに、これ借りることにしましょう。これをね、これをこう、プシッとこう押して自転車を借りる。こう北上は80円でしたね、15分。東京都内よりむしろ需要が少ないからかな、高めなんだ。で、今、予約するを押しました。押した。したらば、これから30分まで、乗り始めるまで料金はかからず、暗証番号が出てきたから、この暗証番号を自転車に入力すればいいのか。はい、暗証番号はどれかな、暗証番号はどれですかね。分かった。多分ね、ここにね、書いてあるこの番号、これを押すだけでいいんだし、ちょっと押してみましょうね。暗証番号入力する。おお。で、今から15分以内に乗らないと次の60円がかかっちゃうからな、急ごう。これは便利だ。で、北上市役所に今着いたんですけど、ここにですね、自転車置き場があるんで、ここにもう一回、リターンというのを載せばいいんだな。一番じゃない、これ取り消せないのか。早くしないと時間過ぎちゃう。暗証番号間違うとね、エラーになりますからね。返却イエス、施錠を確認。鍵かけろってこと？え？違うよね。え、自分で鍵かけんのこれ。自分で鍵かけた。おお、なんか言ってきたな。できたできたできた。返却完了って書いてある。よかったよかった。これで15分か。電源切っときますかね。いやー、便利、早い、楽しい、気分爽快、いいですね。知らない街をこう自転車でどんな時間でも颯爽と行ける。ちなみにこの私のね、昨日からこう紹介してますけど、この、カバン、リュックサックですが、これもまたいいですよね。自転車に乗りたい時はシュッとこうしょい替えればスムーズに行けてしまう。なんかね、昨日より軽くなったのな。時刻表をついに家に置いてきちゃったんですよ。で、あとはここから歩いて 900m、 まあ大体10分ぐらいですかね。それで、今晩のネットカフェに着くということになっております。ほらね、星が綺麗です。ちょっとこのカメラではさすがに映すことはできない。明日も楽しみに。今日はちょっとね、主題以外が後半がすごい長くなってるかなと思いますけども、楽しんで見ていただけたら幸いです。どうもありがとうございました。で、着きましたけど、ここは当たりだな。シャワー無料ですからね。シャワー無料で、しかも、一泊学割適用で1200円ぐらいということです。ちょっとね、従業員と経理の話で話が長引いておりました。夜の、今12時ぐらいになってるんですけども、明日の朝もまたやりますが、何が言いたいのかというとね、夜の12時ぐらいになってる、ずいぶんひんやりしてて、涼しいというよりもむしろもう寒いぐらいだな。なんかさっき一ノ関駅とか暖房効いてんじゃないのみたいな雰囲気ありましたからね。もう本当なんかこう極端な感じもしますが、いやー、この気温の変化こそがね、旅行の、特に北行きの旅行の楽しみだと思いますんで、明日以降も期待がかかります。まあそういうところですね。どうもありがとうございました。